タリさんでございますけども、さあ今日はですね、残った見ちゃおいで、来たの？ジャスミー、どうもありがとうございます。あたりちゃんでございますけども、さあ今日は、まあ残ったね、違う部屋の、お片付けです。はい。ベッドだとか、ごちゃごちゃしたものをなんか一箇所にこうまとめて、こうスッキリさせたいなと思っております。はい。今日はね、そういった作業を頑張りたいなと思います。すごい雑用でございます。特に面白くないと思いますけど、なんかこれも一つの作業の一環かなということで、収録したいと思いますよ。うん、スタジオにするにはまず広くしなきゃいけないということです。ではではではスタート。よし、まずはこのベッド2つね、このベッド2つを一番奥にね、これを移動させます。そしてここにも2つベッドがあるんで、ここにもベッドが2つあるんで、これも移動させます。そしてここにもありますね。そう、ここにも1個あるんですけど、ここに残りのものを全部持ってきて一旦ちょっと整理したなと思ってます。出てきたの？何やってんの？
お疲れ様でした。本日のまあ何でしょう、片付けは、これぐらいにしとこうかなと思います。まあここの2部屋のねごちゃごちゃしたものをこっち側に詰めました。で詰めたのはいいんだけど、ここが完全に潰れてしまってですね、まあここ負けたいんだけど、まあ、ベッド捨てるにはもうどうしましょうね。ベッドね全部で14個あんだよね。14床っていうの。で今下が6で上が8あるんですよ。でそれを確保するために、うーん、2部屋潰すっていうのもなんかバカ臭い話だし、なんかうまく使えないかなっていう。これ地下に持ってって全部小上がりにしちゃう、あれも引いて小上がりにしちゃおうかなと思ったりもしないでもないんですけど、まあそれはそれでなんかね、っていう感じだし、まあ、考えます。まだまだ時間はねたっぷりありますんでね、考えます。さあ綺麗になった部屋をねちょっと見ていきましょう。はい、まず一部屋目、ここね20年のこのねきしみとか歪みが見えてますね。こんな感じ。まあ、ここもねちょっと全部シーリングにどっかようかなと思ってます。ね、蛍光灯ビーボクサイズからね。で、まあこんな感じでですね。まあ、これ 5.5 畳、6畳あるのかな、これ。 5.5 畳ぐらいかな、6畳あるな、これ。まあ6畳1部屋ですね、綺麗。そうしましたよ。そして結構同じですね。こっちもなんか、やっぱ日の当たり方かな。やっぱ一個ずれるだけで、日の当たり方で雰囲気変わりますね。こっちもなんか、こっち側に日が入ってもなんかゴージャスですね。ゴージャス。で、みんなから民泊やれ、民泊やれってよく言われますね。民泊やれって、もうそういうのが嫌だから、この仕事辞めたんです。こっち、やっぱね、ちょっと暗いね、こっち。東のね、こう西日が入ってくるんで、やっぱライトアップされますね。アンビエントいい感じ。ここ何しようかな。ここね、どうしようかな。喫茶店みたくしようかな。喫茶店いいね。で、こっちが、ここ何するんだったっけな。まあ、和食あるでしょ。和食で、ここがね、ここラーメン屋にするんです。ここラーメン屋ですね。めちゃくちゃなってるけど、ここは全色改造して、まあ、道具置き場ですね。内装工事の道具置き場。ここはねラーメン屋にして、でここ駄菓子屋かな。どうしようかな。ここ駄菓子屋こっちにするか。駄菓子屋こっちにして、でバーは2階にね移動すること決めたんです。本当はここね、バーだったの。ああ、これ今こうなってます。ドーン。もうこれがもうクニ君ぐらいだったらずっとここにいるね。あの隙間とかにいる。俺がちっちゃい、ここ秘密基地にしちゃうね。こ
ここで。ここでお菓子とかね、食べちゃう。上登ったりもできるしね。俺がクニ君だったら、もうゲームもそこそこにこっちで遊んだりするね。パラダイスだから、こういうところ。まあ、ここ一応物置にして、ここを最終的に、この、なんだろう、ゆとりの喫茶店みたくしたい。喫茶店みたくして、ここね、どうしようかな。喫茶店の、やっぱここ駄菓子屋だ。駄菓子屋兼お祭り。お祭り屋さん。お祭り兼駄菓子屋。で、まあ、おもちゃとかね、やって、まあ、射的とかも作りたいね。ちっちゃい射的とかで。ここがね、ここ。ここ。ちょっと変わった喫茶店にしたいね。それで、ラーメン。で、ラーメン屋。ここなんだろうね。ここなんでしょうかな。クイコアイスクリーム屋さんって言ってんだけど、何屋さんにしよう。まあ、それは後々考えましょうか。というわけで、ありがとうございました。今日はこんな感じでございますよ。着々と、改造が進んでおります。まあ、掃除。今日掃除だけですけど。というわけで、ありがとうございました。